こんばんは、元男の子の青木かのんです。くじらして、はい、珍しくですね、仏の顔と呼ばれているこの青木がブチ切れてます。何があったかというと、同じコンビニで同じ店員に5回もイラつかさせられたということです。でもさ、まあ今こういうコロナの時期でみんな仕事大変っていうこともあるし、私もコンビニ店員とかやってたから、なんだろう、その辛さっていうか、まあいろいろなんとなくわからなくもないっていうこともあって、その店員さんとかそのコンビニのクレーム入れたりとかもそういうのしなかったんですね。だから私がやれることはみんなにクスッと笑える動画を出す感じで、このこと話せればいいかな、みたいな、そういうことです。ただ、切れてる。これね。今回私の身に起きた事件5個ですね、ここにまとめてるんで今から話していきます。1つ目、レシートくしゃくしゃ事件。その時って確かコロナの緊急事態宣言かな、出されていた時期だったんで、多分3月4月あたりだったのかな。でその時ってやっぱりさ、良くないんだけども今ってちょっと緩みがちじゃないですか。じゃなくてもうすごい世間がピリついてる時期だったと思うんですよ。外に出るのもすごい、なんだろう、躊躇しちゃうっていうか、まあそういった時期だったこともあり、まあ私も極力外出したくないなって思ったね。でもやっぱり生活するとなると、食品とかまあいろいろ買い出しとかしなければ生きていけないんで、近くのコンビニに買い物行ったわけですよ。でその時私結構手荷物が多かったんですね。まあ、コンビニでいつも通りこうやって会計する時に、たまたまやっぱり手が塞がってるっていうこともあったし、店員さんと接触しない方がいいっていうこともあり、お財布も出さずに私はあの電子マネーでそのスイカでピッってやる感じで、もう極力手間を省かせるプラス感染のリスクを減らすっていう感じで最小限のことで買い物済ましたの。だから、まあ、レシートももらわない方がいいかなと思って、で私はレシート大丈夫ですって言ったら、そこで事件が起きました。あ、タイトル言ってんだ、タイトル言ってるからみんなわかってんだ。失敗した。どんな感じかっていうと、はい、こちらレシートでございますって言って、私に渡すじゃないですか。で私は、あ、大丈夫ですって言ったのね。レシート大丈夫です、いらないですみたいな感じじゃなくて、レシート大丈夫ですって言ったの。そしたら私がここにまだいるのにもかかわらず、レシート大丈夫ですってやったの。わかるよ、私もコンビニ店やってたからさ、レシート大丈夫ですって言われた時あるけども、目の前でやるって思ったのね。まあ、別にくしゃくしゃにするの全然いい。でもさ、帰ってからくしゃくしゃやればいいじゃん。別にその日混んでなかったんだから。まあ、その時に、ちょっと怖いっていうか、って感じになりました。それが今回の動画の序章に過ぎないんですけども。そしてですね、次の出来事なんですけども。大量買いため息事件。何なんだこれ、タイトル。まあいつも通りですね、そのコンビニで買い物をするわけなんですけども、そこのコンビニがですね、まあ場所は特定されないと思うけども、私のマンションの下にあるコンビニなんですね。もうエレベーター、マンション自分の家から降りてもうすぐに店舗だから、店舗とマンションくっついてるみたいな、まあ多分知ってると思うけども、みんなも、まあ、そういう感じなので、あのスーパーに行くより全然コンビニ行こうが近いんですよ。スーパーなんで徒歩10分とかになっちゃうから、あとコロナの影響っていうこともあるから、いつもより気持ち多めに買い物をしたんですね。私は、まあ、スーパーの感覚でコンビニを使ったので、カゴにちょっといっぱいみたいな感じで買い物したの。したらよ、まだそのあいつが いるわけですよ。うわ、あいつだって思って、で向こうも私のレシートくしゃくしゃにしてるから絶対覚えてるんですよ。どんなにもうズボラな人ではない限りは私のことを絶対覚えてると思ったので、案の定私がこう持ってるのを見て多分気づいたんだろうね。あ、あいつだみたいな。私別に目の敵にされる意味わかんないんだけども、こうやって、こちらお願いしますって言って、私がこうやって、レジ台のとこに置いたの。そしたら、ため息したよね、今。そうです。私にわかるように、ため息をしたの。広くない？いや、わかるよ。コンビニで、なんかスーパーの感覚で買い物してくれるお客さん見ると、確かに私も店員だったから。でもさ、わかるようにやんなくたっていいじゃん。ねえ。それに、もし例えばよ、ピーク時間帯の夕方の5時とかさ、6時とかに行ったら、それはもうレジに後ろにいる、いっぱい並んでる人とかもいるわけなんで、店員側からしたら、こんな忙しい時にふざけんじゃねえよ、みたいな感じで思われるので、それはもう私もわかるから、夜中とかに行ったの。もうすごい空いてる時に、まあ、スーパーみたいな感じの感覚の量を買ったの。なんでさ、下打ちする？あ、下打ちしてない。ため息。だから私もこういう思いを毎回するんだったら、もうこのコンビニ行きたくないなと思うけどさ、もうマンションの中にあるからさ、行くしかないよね。いや別にね、青木がなんだろう、横着な態度で、はい、会計して、みたいな。なんかそういうの一切しないの。むしろ、普通の人よりも結構、
構心がけてるっていうか、やっぱりどこでファンの人とかに見られてるか分かんないっていうこともあるし、もともと店員っていうこともあるから、すごい店員さんに ありがとうございますとか逆に結構大きめに言うタイプなのね。だからなんかこういう感じで店員にやられると、え、私の方が店員なのみたいな感じになっちゃうんですよ。丁寧さっていうか、これ私はおかしいのかな。まあそういうことがありました。じゃあ三つ目いきますね。三つ目は箸入れ忘れ事件括弧3回。まあ、たまたまですね、外の撮影の現場で食べる用のお昼ご飯のお弁当を買いに行ったの。だから箸ってまあ必要なわけじゃないですか。で、まあいつも通りね、そこのコンビニに買いに行ったの。だけどそぼろ弁当みたいな、美味しいからさ、それ買いに行ったんですけども、したらね、なんで昼間にいるのってなったの。だっていつも夜中にいたから、その店員さん運命なのかなと思って、私は警戒しながらね、またなんかやってくんじゃないのかみたいな感じで警戒しながらそぼろ弁当を買ったので、いつも通り、じゃあこれお願いします、あ、温めお願いしますって言って、あと箸も一本お願いしますって言ったのよ。ちゃんと言ったのよ、もう聞こえるように。店員さんがはいみたいな感じで、もういつも通りね、もうそっけない感じ、やる気ないあるのみたいな、そういう感じで会計をねしてもらう。で、私もさ、ポケットからこうやって会計中ね、出す仕草をね、こうしてるから、こうやってスマートフォンをこうやって。だから手元を見てるから、店員さんのこの動作を完全に私は見てないんですよ。だから、箸を入れたかとか、そういうのも全部確認できてないまま、私は会計を置いたの。で、その買ったやつを現場に持ってって、袋開けて。よし、じゃあ食べよう。箸入れとけって言ったじゃん!っていうことが3回ほどありました。わかる。お昼の時間帯ってもう忙しいから、もうパパこうやって動かなきゃいけないの。わかる。あ、私だってコンビニ時代に唐揚げ弁当の外についてるマヨネーズを取らずにそのままレンジに入れて爆発させたりとかもそういうのはあったから、わかる。でもさ、3回もする。だからその店員のせいで私お弁当の蓋で食べたんですよ。透明のね、お弁当の蓋がすくって、意味わからないでしょ。でね、そろそろもうその店員さんにやられっぱなしもいけないなと思って、ちょっと覇気を出すようになったの。私ももう今まではお願いしますってすごい下手に出るような感じでお客さんとして言ったんだけども、お願いしますっていう感じ、わかりますよね。もうそういう感じで、じゃあスイカでお願いしますっていう感じ、スイカでお願いしますじゃなくてスイカでお願いしますっていう、少しはっきり言うようにしたの、気づいてほしくて。でその日私は最近ちくわのチーズフォンデュにハマってて、上に食べるラー油をかけるとめちゃめちゃ美味しいの。でそれ最近ハマってるから、あ、そうそう、私の食べるラー油がなくなってきたからまた買いに行こうかなと思って、だからチーズとちくわと食べるラー油をねコンビニに買いに行ったの。ちょっと覇気を出してスイカでお願いします、ビビってやったんですよ。で相変わらずそっけないけども、何事もなかったかのように私は会計を済まして家に帰りました。で家帰ってきて、よーし、じゃあチーズフォンデュにちくわつけちゃうぞって言って食べるわけですよ。したらね、あれ、食べるラー油はい、やったな。はい、まあこんな感じでですね、割り箸を入れ忘れられるのはイラつくけども共有範囲っていうことですけども、ついに食べるラー油を入れ忘れられました。いや、お金払ってんのに、いやいやってなるじゃん。だからもうすぐにエレベーターをポコンとして、家の下のこのコンビニね、もう猛ダッシュして行きました。その店員さんに、すいません、食べるラー油さっき買ったんですけども袋に入ってなくてって言ったの。そしたら、あー、これですね、どうぞ。え、どうぞじゃねえだろ、まずは謝れよ。その瞬間私はもう頭の中でなんかプチンって切れちゃったのね。もう無の境地に入ったの。あ、ありがとうございますみたいな感じに、本当だったらもう勘弁してよって言いたかったの。でも無の境地に入りまして、そこで怒りを爆発させてもなんかさらに私自身がもっと嫌な気持ちになっちゃうんだろうなと思って、もう何も言わなかったですね。ただその人は多分他の仕事ついてもそういう感じでいるから、まあうまくいかないんだろうなって、まあ頑張ってくださいっていう感じで、私は頭の中で精一杯見下して家に帰り、ちくわにチーズをポンデュしました。はい、ということでですね、最後のブチギレ事件がですね、袋いるか聞かず無言事件なんですけども、ここ最近7月からかな、袋が有料化になったじゃないですか。その当日かな、買い物にまたそのコンビニに行ったんですね。多分会計の量で言うと1000円ちょっとぐらいかな、まあコンビニで買う量の範囲ぐらいですよ。卵、お茶、納豆、パン、おにぎりみたいな7個ぐらいかな。でも案の定ですね、その店員さんが笑いまして、嫌だけどもうどうでもいいやと私も思ったから、じゃあいつも通り会計でお願いしますってやったんで、ピッ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 
でやってもらってる最中に、私はいつも通りスイカを準備してたんですよ。で、いざピが終わって会計の前になった時に、その店員さんはってなりますよね。こうよ、ずっと。しかもその時間だいたい15秒くらい。どういうことかというと、コンビニのレジ有料化になったっていうこともあり、他のコンビニで買い物した時は袋いりますか、いりませんかみたいなことを聞かれるじゃないですか。でそこのコンビニだけはレジ台の下に私たち客側が自分で袋をこうやって選んで、じゃあこの袋で入れてくださいってやるの。でもさ、分かんなかったから、全く私はレジ袋聞かれるのかなと思ってこうやって待ってたら、ずっと無言でお金の金額も言わずに、その無言の時間が15秒ぐらいあって、私もなんでこっちこうやってずっといんのみたいな、ええみたいな感じ言い出そうとしたら、袋をみたいな、え袋選んでください、選んでください、そこは最初に言ってよ、信じられなくない？しかもその店員何歳だと思います？私と多分同い年ぐらいですよ。いい年下20代。それなりに気を利かせなきゃいけない20代。袋選んでください。え、待って、7個ぐらい商品買って袋なしで手で持って帰るって私のこと思ったのかな？違うでしょ。絶対袋いるお客さんじゃん。この下から袋を選んでくださいねって言わないの。もうその袋有料化から例えばじゃあ2ヶ月とか3ヶ月とかもう結構時間が経ってからだったら別に言わなくてもわかるでしょっていう感じで、店員さんもこうそういう雰囲気出してもいいと思うの。初日じゃん。私が何か言い出すまで何にももう無言、早く帰ってくんないかなと思ったのかな。もうそういうことがここ最近ずっと起きてまして、もうコンビニ行くの辛いです。まあさっきも言いましたけども、私も店員やってたから、店員がどう思うかとか、まあこういうところが大変とかなんとなくわかるじゃわかるので、怒鳴り散らすというのもしなかったですけども、まあそういう思いやりの気持ちを持てない人はどこに行ったってうまくいかないよっていうことを心にいつもその店員さんに対して思いながら、ここ最近は買い物してます。昨日も会いました。そんな感じですね。私の今日は愚痴を皆さんに聞いてもらいましたけども、皆さんはどんな愚痴がありますか？似たようなエピソードとか、他にもこういうことがあったよとかありましたら、ガウナスさんにぜひ教えてください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと最近インスタグラムほぼ毎日更新してますので、そちらもガウナスだからフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。常識